はい、本日はですね、30代以上が似合う高級 T シャツを作りましたので、そちらをご紹介していきたいなというふうに思います。おいおいおい、30代以上が似合う、なんでお前年齢制限決めてんねんっていうことやと思うんですけど、やっぱりね、30超え出すとね、一気に肌のこう曲がり方といいますか、ちょっとあの肌質が変わってくるでしょ。で、僕もそれを体感しててね、ちょっとずつ古着が似合わんくなってくるんですね。ちょっとアメカジっぽいテイストがどんどんなんか古汚く小汚く見えてくるってことで、ちょっと大人の方に向けてね、なんかいい T シャツないかなっていうことで、今回いろいろ考えて、まあ僕も十何種類白 T、無地 T 持ってるんですけど、まあ、そんな僕が一からちょっと作った T シャツということで、まあ、こちらを作ったんですが、この今着てるやつもそうですけどね、作って色違いで作ったんですが、ちょっと待ってくれと、こう高級 T シャツってことはめちゃくちゃ高いんちゃいますのということで、その通りなんですね。高いんですよね。どれぐらい高いのと言ってくるとですね、7000円ぐらい、いや8000円、いや9000円ぐらいすんのっていうことなんですが、答えがですね、なんと14,300円で、めちゃくちゃ高いないかいということで、 T シャツ1枚で15,000円もしてこんのということで、まあバビるじゃないですか。そんな高いのってなってくると思うんですけど、まあ、ところで皆さんね、今までの T シャツで満足してましたかと。今までの無地 T 買ってました、いろいろユニクロ買ったり何買ったりしてましたけど、まあもちろんそれはそれで良かったりするんだけど、めちゃくちゃ満足した無地 T やなっていうのってありましたかと。そしたらね、あ、確かにあんまりそんなめっちゃ満足してるのはないなっていう方も多いと思うんですね。いやいや俺は満足してるよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、その方もね、最後まで見てくださいね。ぜひ見てほしいななんて思うんですけど、僕は今までそれがなかったんですよ。十何種類買ってきたけど、めっちゃこれいいなっていうのがなかったんで、ほんなもん作るしかないやろってことで今回作らせてもらったんですね。まあ、なのでめちゃくちゃこだわりとかあるんですけど、そんなこと言い出したらもうキリないからね、まあ、ギュッとまとめてポイントをね、2点ぐらいに絞ってお伝えしていきたいなというふうに思いますので、今日の流れとしてはまず開封からしていって、この後ろにね、T シャツの新品の箱があるので、そこから開封していって、でその次にこの T シャツの特徴、どんな特徴があるんかっていう2点紹介して、デメリット、おすすめの人、ほんでまあサイズ感でいきたいななんて思います。まず開封からいきたいなと思います。はい、それでは開けていきたいなと思います。こんな感じでね、木箱で届くんですよね。まあ、着物みたいな感じでイメージ作ったんですけど、まあ、そういうワクワク感をね、味わってもらいたいななんて思うんですけど、開封ということで、開封するとこんな感じで T シャツが入れられてます。まあ、これね、白なんですけど、まあ、黒も同じ箱で届きますので、これ開けてもらったら、まあ、ブラックも同じように梱包されております。でまあ、夏が終わったりしたらね、まあ、着物と同じような感じでこの T シャツの中に入れてヒュッて収納しとくっていうのもありですよねなんて言って、まあ、これを作らせてもらいました。で開けていくと、中身はね T シャツしか入ってへんから別に特に何ってないんですよ。こんな感じで紙が入ってビュッて避けて、まあ後で特徴でも言うんですけどね、この柔らかい生地感っていうのがね、まあ、この T シャツのもう何よりの特徴なんですけど、まあこんな感じになっております。はい、ということでね、開封見てもらったかなと思うんですが、じゃあ次特徴いきましょう。どんな特徴があるのというと、とにかく着心地にこだわったんですね。こんなに着心地違うかっていうぐらい着心地にこだわってですね、これ実はポップアップストアの大阪バージョンでこれ出したんですけど、一切解説動画出しないのに大阪分完売したんですよね。それぐらい人気があって、なんでなのというと、触るじゃないですか。見てる感じまあ普通やみたいな、普通の T シャツですやみたいな感じなんですけど、触るとねめちゃくちゃ柔らかいんですよね。でこのめちゃくちゃ柔らかいのが、なんでこんな柔らかいのというとですね、それはやっぱ糸に秘密があるんですけど、糸からこだわって取ったから、もう世界でも 0.00 何パーしか使われてない糸を採用してるんですよ。だからね、めちゃくちゃ着心地よくて、まあ、分かりやすく言ったらね、和牛とかと一緒で、お肉とかもね、 A4 ランクであろうが A5 ランクであろうが、まあ、普通の肉であろうが見た目って一緒じゃないですか。いやいや肉ですやんと、スーパー行って買おうと思っても肉は肉で見た目一緒ですやんと。やけど実際焼いていったりね、実際口に入れたらね、あもう全然ちゃうなってなるじゃないですか。まあ、あんなような感じでね、 T シャツもねやっぱ糸変えるだけでね全然違うんですよ。だからね、触ってちゃうってことは着たら全くちゃうじゃないですか。そこをね、まあ、僕は追求したくて無地 T で追求させてもらって、まあ、糸からこだわって作ったということになってます。なので着心地いいのはそうなんですけど、まあ、何回選択してもよりよりなってこない。僕これもう毎日ほぼ着てるじゃないですか。着てるじゃないですかって分からないかもしれないですけど、これかね、白を毎日高校で着てるんですよ。まあ、洗濯してもこう硬くなってこうへんというか、柔らかい状態のまま着れるような糸を使ってるので、正直糸って思うじゃないですか。糸こだわって何が変わんのと思うと思うんですけど、こう糸ちゃうだけでマジでちゃうっていうのをね、まあ、体感してもらいたいなと思って作らせてもらいました。ほんでね、次の特徴としては、もういっぱいあるんやけども、次言わせてください。これは極厚8オンス。この僕の視聴者の方はですね、まあ、ちょっとお乳首が黒い方が多かったりだとか、お乳首がいびつな形されてる方が多かったりするんですよね。そんな悩める乳首ちゃんたち
ちにですね、やっぱ T シャツって透けないことが一番大事じゃないですか。透ける T シャツってやっぱちょっとおっさん臭いし、まあ何よりも見てられへんじゃないですか。っていうことで8オンスっていうね、あのチャンピオンの T10-11 より分厚い生地使ってるんですね。チャンピオンの T10-11 っていうと 7.1 オンスとか 7.2 オンスぐらいなんかな、確かそんなぐらいなんですけど、まあそれでもね結構分厚い感じかなと思うんですが、それよりもさらにまあヘビーオンスの8オンスを採用してると。だから落ち首ちゃんも安心してくださいっていうのもそうやし、まあ秋冬とかになったら次インナーでね使えるぐらいの、まあちょっとね薄手のスウェットとまではいかんけど、それぐらいのまあオンスというか、よくライトオンスのスウェットって9オンスぐらいであったりするんですけど、そこまでいかんけどそれに近いぐらいな感じだから、まあ秋冬とかやったらもうインナーでもう使っちゃってくださいねみたいな感じで思ってるんですけど、そういうところがまあ一応特徴かなと思います。まああとはありますよ、いろいろ言い出したらもう首のところとかもあるし、このタグをねあえて首の後ろにつけんと、ここの肌に当たらんところにつけてるとか、いろいろ言いたいこと山ほどあるんやけども、一回ちょっとそれは置いといて、次にデメリットに行きたいなと思います。まあそんなに自分で作りながらもね、やっぱ悪いとこは分かってるんですよ。ここが悪いって分かりながら作ってるんですけど、まあ、それが何なんかというと、まずコストですよね。もういつも値段を僕言わんと作るからね、皆さんから見てもらっても高いなと思うんですけど、僕が払うお金も高いんですよね。めちゃくちゃ高いの払ってて、よくアパレル業界って原価が1割とか2割とか3割とかって言われたりするんですけど、そんなもんじゃないんですよね。だから他のブランドとかやったら作られへんやろなって思うぐらい、まあ、コストかけちゃってるので、まあ、そこはねちょっとコスト面的にちょっと高いなというのは正直思うので、 T シャツで14,300円、そんなもん宗教やないかと、怪しいこと始めたやないかって思われるかもしれないんですけど、それぐらいマジで原価に凝ってるんで、まあそれはねデメリットになっちゃうと人もねいらっしゃるんかなと思ったんで、まあデメリットかなと思います。で次のデメリットとしては、パッと見ってね別にそんな高い感じせえへんじゃないですか。だからそれもね、例えばヴィトンとか一流ブランドって高いお金出したら、あ一流ブランドに着てますねっていうイメージがあるかもしれんけど、こういう無地のやつって素材だけしか変わらへんやつって正直見ててわからんじゃないですか。これが高いやつなんか500円の T シャツなんかって見てては分からへんけど、まあその辺がねこう高いの着てますっていう風に見せたい方からしたら、うわちょっと値段張ってんのにそんな高く見えませんやんっていうのがね、まあまあちょっとデメリットになってくるんかなっていうのはまあ思います。だからまあもちろんねヴィトンとか買おうと思ったらそれは1万とかでは買えないんで、まあ3万とかしてくるとは思うんですけど、まあ3万払ったらちゃんとヴィトンのロゴがついてくるじゃないですか。だからそういうのがないので、ね、まあ、そういう承認欲求はちょっと得られへんのかなというところでね、デメリットかなと思います。で次じゃあおすすめの人対して、じゃあどういう人がおすすめなんていうと、やっぱり最初も言ったけど30歳以上肌が劇的にねちょっと老いてくるのでね、一気に古着が似合わんくなってくるから、まあこういう生地感のねいいドレープ感のあるというか、こうふんわりした生地感のね T シャツって大人とか合いやすいじゃないですか。だからそういう方に着てほしいなと思うし、それ以外にやったらまあちょっとデートとかでも着れるようにちょっと綺麗めな仕様で作ってるので、 US コットンとかねちょっとアメリカのコットンでもうちょっとボコボコするからね、あんまデートっぽくないというか、ちょっとキャンプっぽい感じでなってたりするんで、そういうちょっと綺麗な印象でも着れるような T シャツに仕上げてて、まあとにかくね長く着れるから、まあ真夏だけじゃなくて、まあ秋冬になったらちょっとインナーとして着てほしいし、もちろん春でもねインナーで着てもらったらいいんかなと思います。で高級コットン使ってるっていうと、どうしてもこう取り扱いがめんどくさいみたいな、特にシルクとかってね洗えないっていうイメージがあると思うんですけど、これはシルクじゃないんでね、普通に全然洗濯機に掘り込んでもらったらいいし、まあ、コットンの中ではハイブランドのコットン使ってるだけなんで、自宅の洗濯機でバン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 洗ってもらっていいし、まあ、取り扱いはもう普通にガンガンやってもらったらいいかなと思います。という感じでね、まあパッと見てもらったら正直何がこれの値段すんのって分からへんじゃないですか。でまあこうやって喋っていったら、ああそんな違いがあんねんなっていうのは分かると思うんですけど、これ一切喋ってへんのになんで大阪の時にあんなに完売してんのなって思うぐらい、やっぱ来てくれた方はねこう触ると違うんやなと思ったんで、まあこれはねやっぱ触らんと分からん T シャツかなと思うので、まあ実際触ってもらいたいなと思うし、今週のね8月の7、8で愛知でポップアップやってますのでね、ぜひ来てもらったらこの T シャツもありますので、まあ、僕に会いに来てくれてもいいし、嫁蔵に会いに来てくれてもいいし、あ T シャツ見てみたいなって方でも全然いいんですけど、まあ、着ていただければ嬉しいかなと思います。でね僕皆さん言ってるんですけど、こんだけねこの T シャツ反響あると思わんかったから、数が合計で150枚しかちょっと作れてないんですけど、 2,3 着買おうってしてくれる方もいらっしゃるんですけど、もうそれはね1000と1着だけでちょっと、ま、見てくださいって言ってて、1着で満足してもらったら僕一応また来年も作るつもりでいてるんで、また来年買い足してもらったらいいし、ほんまにそこで納得できるんやったら次色違い買おうかなとかね、まあ僕やったらこれ黒はキャンプの時に着てたりとかするし、で白とかやったら普通にお出かけの時着たりするんですけど、まあ、まずは一色どっちか気になる方を見てもらったらいいんかなと思ってますので、ぜひね見てほしいななんて思ったりしておりますと。まあ、サイズ感としてはね僕は L か XL を着る感じで、この黒のやつはね L サイズ着用してて、うちの嫁もね着てますけど、うちの嫁なんかしないけど L 着ててね、 L がちょうどいいって言うとオーバーサイズで近年言って着てますが、まあその辺がこの T シャツになっております。
ます。でね、ちょっとね、最後に1点だけ苦労話させてほしいんですけどね、もうこの T シャツ作るときにね、この襟作るのめちゃくちゃ何回も作り直してるんですよ。まず1回目作ったらもう BOBO の襟が出てきてね、これはちょっといけませんねと、僕がそもそも着たいと思わへんっていうことを言ってね、ほんで最終的にはギュッとちょっともうちょっと襟を詰めて、で詰めすぎすね、こう詰めすぎたらこうなんか体操服みたいになってくるしね、こう囚われた宇宙人みたいになってくるからね、まあ、もうちょっとこう余裕にこう大人が着る感じでちょっとリラックスして着れるぐらいな襟元でお願いしますわー言うて、ほんまにまあこの襟が一番ちょっと大変やったかもしれないんですけど、もちろんこの襟も一からもう全部作っていったんで、もうこだわりにこだわりが詰まりまくった無地ティをね今回作らせていただきました。もう定番でこれは来年も出すつもりなんで、まあ、今回ねちょっとポップアップ行かれへんかったっていう方はまた来年とかにねポップアップあるんやったらそこで見てもらって、でまあ納得してもらったら、ああ乳首つけそうやなとかね、わしの乳首もあかんでとかね、まあいろいろそんなこと言いながらね見てもらったらいいかなと思います。はい、ということでね、本日は、僕が作ったこの T シャツをご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。